水で常に濡れていることが、ほとんどの浴槽では、誤って転倒してしまうこともありますよね。子供や高齢の方が浴室で転倒してしまうと、打ちどころが悪ければ、病院に行く原因にもなってしまいます。そんな転倒のトラブルを未然に防げる、浴室用の手すりについて、おすすめの商品をランキング形式でご紹介します。リストの最初の製品は、アロン化成高さ調節浮浴槽手すりアンジュ。両手でしっかりと握ることもできるので、手すりを掴んだまま行う動作も安定しやすく、高齢の方でも扱いやすい作りになっています。また、幅や高さの調整ができるようになっているので、浴槽の高さに合わせることもでき、自分が適切だと思う高さに変えてから使用できるのも、嬉しいポイントです。リストの2番目の製品は、テーコブコンパクト浴槽手すり雪数製作所。ハンドルのような形の手すりで、上部分と浴槽に浸かる部分にそれぞれ一つずつ、手すりのグリップがついています。洗い場にいても支えにできるだけでなく、浴槽に浸かっていても、補助として掴んでおけるので、浴室内の安全面を高めたいという方に、おすすめです。子供でも手が届きやすい高さの手すりなので、お子さんのいる家庭にもぴったりですね。次の製品は入浴グリップユクリア、パナソニックエイジフリーライフテック。浴室に挟んで固定するだけでなく、足がきちんと洗い場まで届くので、安定感をさらにアップしてくれる便利な手すり。グリップ部分には防カビ加工がされているので、カビが発生するのを軽減してくれるのも嬉しいポイント。清潔な状態を長く保てる手すりを探している人におすすめです。リストの次の製品はステンレス手すりキラキラワールド。ステンレスの素材で綺麗な銀色の手すりで浴室を清潔感ある場所に見せてくれます。浴室のどこかに捕まる場所を作るためにも使用できますが、タオルをかけることもできるので、浴室用のアイテムをかける場所としても使用できる、汎用性の高さが魅力。サイズも30センチメートル、40センチメートル、50センチメートルと、複数用意されています。リストの次の製品は、浴室の安全手すりケソト。平面な場所であれば、すぐに取り付けることができる、吸盤タイプの浴室用手すり。吸盤でくっつけるだけでなく、ロック機能がついているのが特徴。ロックスイッチを押すだけで固定する力を強め、より安全性を高めることができます。カラーは、グレー、ブラック、ブルーの3色。浴室に合わせて選べます。リストの次の製品は、ステンレス製浴槽グリップファミリーライフ。浴槽に挟んで取り付けるタイプの手すり。垂直の手すりとは違い、一部にだけ手すりをつけることができ、体重をかけても落ちることはありません。錆に強いステンレス製の手すりになっているので、浴槽で使っていても錆びる心配がないのが嬉しい、ポイント。小さな子供や高齢者のいるご家庭におすすめです。次の製品は、吸盤式手すりクイックバーユニトレンド。壁に穴を開けたり、工具を使って固定する必要のない吸盤タイプの浴室用手すり。手すりにある取り付け確認表示器を見ることで取り付けることができる場所かどうかの確認ができます。吸盤を壁に押し付けながらレバーを下すだけで簡単に取り付けることができるので女性でも簡単に取り付けられるのも嬉しいですね。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくためにチャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。